会の大会決闘、王女を調達して出演演説を行う。今や敵は焦っておるのであります。敵の焦っておる今こそ敵を徹底的に叩いて、これを加速に追い込む一つでたらたる装置であります。この揚撃作戦は展開されておるのであります。しかしこの間敵の4つの攻撃の記録をいよいよ偉大な足元を共に気持ち知らずの猿撃強制作戦への実際を行うならしいのはまさに一億三民を挙げて一路邁進しつつある戦力、特に航空戦力の増強にあるのであります。今日前線に速やかに優秀なる航空機を十分に供給しつつあいない、まさに現下の戦死戦を受けて本日の戦争の勝敗を決するのであります。大量の航空機を速やかに生産する。しかし京都国家は航空戦力の増強の絶対的要求であります。国民勤労の強化につきましては、政府といたしましては今日の増、すなわち人を待つというこの質の向上、すなわち生産効率の上昇につきあらゆる措置を講じするんであります。量の増加につきましては、国民動員の強化としてさらに国民の負担を増大、国民生活の上にも影響を及ぼすところを少なくあたるものがあるのでありますが、政府は今後の苛烈なる戦局に対応し、強力にこれが実行に当たらんことを期しておるのであります。もとより国民諸君はこの緊急なる国家の要求に対し人間としてそれに応じられるべきことを私は固く信じて疑わざるものであります。戦力の増強、分けても航空機増産のため、今15の若き女性は最後を踏んで続々増産の職場に転身しつつある。だが女性の勤労への転身は単なる奉仕であってはならない。膨大な生産力を要する精鋭を相手に戦いを続ける前線に、今こそ一機でも多くの飛行機を一刻も早く送らねばならない。この重大責務を担う我ら女性の決意を見よと、東京都北役女子青年団員2万は1月23日上野公園に戦力増強結集大会を開き、戦う職場へさらに積極的に精進せんことを誓ったのであります。臨場の東京都青少年団団長大立都長官激励の辞を送る。戦局の奇数を決すべき重大なる年であり、一億総決起総進軍の時であります。なれば国家活力の源泉たる青少年はことに率先精神一人残らず決戦配置につき、もって戦力の増強にその総力を結集しなければなりません。すなわち諸子の一挙手は実にラボールの空に通じ、諸子の一投足はまさに大陸の荒野につながることに
近くお参りをいたし、行事を座が常に戦力の増強に成功を継投して、もって広告部隊の真髄を発表するに遺憾なからすべきであります。私ども生徒出生年代には戦略されてた広告女性として奨励でしたし、戦士にその戦前に任命を下げ、もって給料安い仕立てはしないことを聞こう。天皇陛下さらーし、さらーし、さらーし。岩音郊外に撃墜されたコンソリデーテッド B24 爆撃、強固な装甲を施した重欧部銃弾、ギブの大口径機関砲、この方向から飛び出す弾丸が第一線の大空かけて、先日我が将兵の血をすすり、この巨大な機体に満載された爆弾が向こうの住民を傷つけているのだ。落とされても落とされてもなお地上にやってくる奇跡の搭乗員は未だ若輩、新しく学校を飛び立ったばかりの兵士である。この不正な石器を、この搭乗員を撃滅する武力を第一線将兵に与える者は15国民我らであることを明記せよ。1月7日自由インド仮政府主犯スバス・チャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着、日本と共にアジア解放の戦いに駒を進めるバーモー・ボースの両巨頭、ここ最前線ビルマに相対して今や戦局の切り替え、一朝攻勢の時至る。心に切って突然主犯の越兵を受けるインド国民軍、同日主犯はラクシュミ夫人部長らを帯同、バーモー国家代表を正式に訪問、仮政府のビルマ進出を祝福するバーモー首相と共に固く敵撃滅を誓い合う。本議会において東条首相を重ねてインド解放に出力をもってする援助をしますと中外に鮮明せる折から、ビルマ戦線にようやく戦士に動く。